まばたきの動画まばたきとは、動物の目のまぶたの開閉運動のこと。一回のまばたきの速さは平均で100から150ミリ秒だと言われている。まばたきには3つの種類があり、普段我々が無意識に行う自発性まばたきと、目に刺激が差し込んだ時に行う反射性まばたき、そして意識的に行う随意的まばたきがある。まばたきの回数は1分間あたり、 乳児期は2回から5回、幼児期から、成年期は4回から18回、成人は10回から30回が平均値であるとされるが、個人差やその時の精神的活動の違いにより、動的に変わり得る。瞬きが行う役割は以下の通りである。その他、自発性瞬きに関しては、以下のような知的活動、情動等にも関与する可能性がある。 自発性まばたきの頻度は脳内神経伝達物質の一つであるドーパミンの増加と関連することからドーパミン作動性神経系の非侵襲的な間接指標として用いられることがある。その根拠は以下の知見からなる。ドーパミンが自発性まばたきを誘発する神経機構としてはドーパミン作動性神経系が投射する大脳基底核から三叉神経複合体への 神経入力が関与していると考えられている。ドーパミンと自発性まばたきの関係に対して、否定的な研究も一部報告されているが、近年のレビューを含む、これまで蓄積された多く研究で肯定されている。現状では、人で脳内ドーパミンの変化を計測するためには、警備ながらも被爆を伴うポジトロン弾層法に限られるため、神経薬理学分野において、 非侵襲的な自発性まばたきは、脳内ドーパミン作用を確認する有用な指標で、あるとされる。さらに最近では、ニコチン受容体遺伝子多形で差があることや、自発性まばたき時には、デフォルトモードネットワーク、記憶、学習を司るウミウマを含むが、活性化すること、左角界の体積と性の相関が見られることが、大阪大学の中野らの研究により報告されており、 ドーパミンの活動と関連もしくは並行して様々な神経機構が自発性まばたきの頻度に影響している可能性ある。まず目を思いっきり閉じた後10秒間まばたきをせずに思いっきり目を開いた時痛みを感じて目をつむってしまった場合に自分がドライアイであることがわかる。ドライアイの原因は不明だが予防対策の一つとして意識的にまばたきをすることが挙げられている。 ありがとうございます。